というわけで、今回はなぜか花園神社、行きましたが、音声が入ってないという怪現象が起きておりまして、ジョースターがお届けしますと、花園神社行きましたがね、レイブラモメンバーで、たまに神社は不思議現象が起こるんでしょうかというわけでね、ちょっとこれ撮影でも注意したいと思いますが、新年明けましておめでとうございますという形で、神社に行ってまいりました。鳥山さんがこれね、ちょっと寒いのに軽装でいたということで、その後、鳥山さんも体調バランスを崩してましたが、結構小谷さんも喉がね、やられてたりとか、僕も体調バランスを崩したりしておりましたがね、そんな中、勝木理さんのルナバスソルトを発売したということでお世話になりましたが、これ花園神社はこちらね、水が、こちら湧き水なんで、もうこの湧き水をね触って、もうこの冷たかったですけど、まずはね清めてから花園神社行くということですね。まあ結構神社回ってるんですが、まあ今年は神社本がね本当に出たらいいかなという感じがします。そしておめでとうございますということで、こちらもね行きましょう、鳥山勤ですみたいなね、音声入ってないみたいな、皆さんよろしくお願い、鳥山勤さんだけなんかしっかり挨拶してますね。はい、というわけで、まあ後ろ引きながらね、この花園神社は商売繁盛ですと、多分言ってたわけですね。メインのところはね、お堂はもう金と赤ということで、火事の時に、こちらね、芸道で、まあこの神社を再建しようということで作られたということですね。まあ、その後ね、まあこのいろんな花園神社で舞台がやられて、お堂やね境内全部保たれたということで、おリエさんが早速ねお賽銭はすいませんってことで、1000円入れてるということで、あすいませんじゃなくてね、なんか1000円ピン札を入れるといいということで、時は変わってボクちゃんです、そんなわけでボクちゃんも、お賽銭入れてお祈りということで、いちいち真ん中取りましたね。真ん中取って、トントンと、小谷さんが後ろで笑ってましたね。まあ僕ちゃんちょっとねアメリカナイズされた行動をとってますんで、あピースとかしちゃったね大丈夫ですかね、これね、鳥山さんが撮影しておりましたが、ちょっと音声がね入ってないのはちょっと苦戦という形で、はい、それで変わりましたが、こちらは違う神社に参りました。はい、そんなわけで音声が入ってませんがね、違う神社、こちらは、浅間神社といって、芸道成就なんですが、また名前がねこちら載っております。僕の友達も結構下の方に載ってたりとかね、結構何人か歌舞伎町で経営者でタレントやってる人とかね載ってたりしますが、まあもしかしたらこれからね、あ小谷さんが言ってますけど、移動ね、これ玉垣も移動の時になってくると思うんで、移動させられるかもしれませんが、これからいろいろね、そういう世界線もあるかなという感じですね。そして御神木とかも結構ね触ってで見たんですが、やはりこのね芸道の御神木が結構あったりするということですね。まあ、ボクちゃんが出てきましたが、ボクちゃんの名前も見てねということで、今回音声がね前半の方がなくて、途中からになってしまいますが、花園神社の不思議現象が起きてしまいました。そして芸道成就といえば小谷さんですね、曲を披露したんですが、そろそろレコーディングとか、PV とかもやってもいいんじゃないかということですね。まあただレコーディングできる喉がね戻ってるのかということで、今年初めは小谷さんはあれですかね、喉のバイブレーションがちょっとね、振動数が下がったということですね。そして、リエさんですが、芸道成就ということでね、バスソルトが出ちゃいましたね。花園神社のこのあれですね、湧き水とバスソルトを合わせたらすごい波動が良さそうですけどね。あなんか賽銭、あれ真ん中から入れるところにちゃんと丁寧に入れましたね。賽銭は投げちゃいけないということで、
すごい言われてますが、ナレーション入れても結構大変ですね、これね。だけど結構面白いですね、このナレーション入れて、ちょっと新感覚、ね、旅行企画で、旅行の後にね、音声が入ってないということで、まあ、なんか霊的なとこなんですかね、花園神社っていうのはね。他の神社はちょろちょろ入ってたんですけどね。で、徳川美希さんは、まあ、とりあえず、今年はファッションショーとかにね、まず出るということで、他にも、まあ、撮影の現場とかね、行ってると思いますが、ね。そして、相沢王子ですね。ゲードジョージということで、何か広がっていくんでしょうかね。さすがに花園神社来るとね、あ、いいですね、合唱みたいな感じで、ちょっと高めにやるといいのかな。これね、高めにちょっとトントンとやるとね、これ後ろに招き猫って定食屋も結構ありますね。開いてないんですよね、あれね、たまにね。あ、なんか心が決まった感じでね、鳥山さんが言ってますが、ちょっと寒そうですね。はい、あ、入れた。ね、今年はいろいろよろしくお願いしますということで、はい、かなり強い願いですね。はい、ね、謎の音声が入ってないということで、次の神社はちゃんと入ってますんでねそこからになっちゃいますが、続いてこちらね、はい、ボクちゃんですということで、まあ、なんかね、ボクちゃん行こうとしたら、後ろからね、後ろから違う人ががっつり行きそうになりましたね。はい。あ、お祈りしながらもうそのまま行っちゃいましたね。はい。なんでお祈りしながら行ってね、ぴょんぴょんということでね。はい。もうちょっとおけつショット、ちょっと丸出しですね。あ、笑ってますけどね。はい。はい、というわけで続いては小綱神社行きましたね。こちらもカメラの不具合で、前半だけなんか音声が入ってないですね。なんでしょうね、寒かったのかな、SD カードね。そして小綱神社ね、行く前も一つ神社行ったんですが、これは中編とかでねやろうと思いますが、スピリット祭りということで、こちらすごいですね、小綱神社入りましたということで、ね、小さな神社なんですが、なんかすごいパワースポットだそうですね。武蔵の国と書いてありますね。こちらはもう軽くパーンって行けますんでね、はい、早速、入ってみましたということで、このお願いをした後からね、音声が入っているということで、何なんでしょうね。ちょっと神社もなかなかね、気をつけながら音声確認しないとダメですね。ただまあこういうね、あのスーツっていう YouTuber みたいに後入れのナレーションもいいかもしれませんね。はい、トントン、よろしくお願いします。この辺ちょっとエネルギーが結構あるのかなっていうね、そういうので SD カードがビューンってなっちゃうのかなとか思ったりしましたけどね。超編集を行いました。こちらから音声が入っておりますので、いっちゃいましょう。いやー、エネルギーが高いですらしいです。すごいですね。すごいですね。屈指のパワースポット、東京一と言われてるんでしょ、東京一というのは。結構すごい神社でございましたね。ありがとうございました。神社それではバス行ってみましょう。神社着きました。皆さん行っちゃいましょう。2カ所ありますんでね、右に1個ありますんで、早速右に1カ所ありますんで手を洗っていきましょう。なかなか夜の神社はここは結構人気だからですね。あ、すごい綺麗。ちょっと荷物を起こしてもらって、花が咲いてますね。わざわざこれバラ入れたんじゃないですかね。宝石の輝き、花と、いいっすよ。
ピンです。はい。うん。行ったらならば近寄りてない。マジで。シリウスですかね、これ。あ、すごい綺麗だな。イベントやると思うやれます、ね、抑えてレストランで今日は特別なやつがねこちら出てますんで、いつもはここら辺にねいろんなものがありますが、結構大神宮人気だから夜もやってますね。オリさんが真剣で困っちゃうよ。縁結び縁の根付けをするらしいです。すごいいいあのお守りを選んでもらってたので、そうですか、いいことがあるかも。いや、お守り買っても守れないものは守れないんじゃないですか。いやいや、先生にちゃんとね、お教えを。願い事を書くんですか、それ。いや、それはあの神棚に祀るのと、うん、あとはカバンか何かに、お財布は全部奥。これが例えば錦鯉になるかもしれないですね。錦鯉。何え、なんだろう、あ、いやいや、汚れ声になるのかな、めでたい感じちょっと、うっさ笑ってちょっとよく笑ってお守りに塩かけといた方がいいっすルナ、バスソルト大事じゃあ、ロソロソ早いですが、行っちゃいましょう。はい、こちらは以上になります。というわけで本日はこちらの料亭に来ております。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。